伊賀でも甲賀でもなく、俺は脇賀だ。この番組は忍者 .com の提供でお送りします。はい、どうもコジキング忍者です。今ね、成田空港の方におりますね。これからですね、また海外の方にね、飛び立っていきたいと思います。はい、それではね、チェックインしていきたいと思います。バッグの方が、まあ、重さがね 6.5 キロでしたね。確か前回ね、もう7キロぴったりぐらいだったんですけど、まあ、ちょっと努力しまして、さらなる軽量化測りました。今 6.5 キロです。今チェックイン済ませて便所の方に隠れております。コジキング忍者です。忍者 .com。 それじゃあね、出国検査と手荷物検査していきたいと思います。出国の前に水筒の方はね、空にしておきましょう。今無事に出国検査と荷物検査受けましたね。一応ね、下半身にね、ショットガン所持してたんですけど、なんとか通過することができました。忍者です。忍者 .com。 はい、ということでね、多分そろそろね、給水コーナー出てくると思うんで、まあ、水筒の方にね、まあ、給水していきたいと思います。給水所発見しました。じゃあ給水していきます。給水完了です。こんなとこ行かねえよ。先ほど補充しました無料水飲んでいきたいと思います。キンキンに冷えてますね。うん、うまい。これぞ圧倒的こじきスタイル。成田空港です。ベース忍法給水です。忍者 .com。 それじゃあ登場していきます。ベトジェットでホーチミンシティ行きです。 36H ですね。こちらです。それじゃあ約5時間の旅楽しんでいきます。飛行機から出るときは金落ちてないか周囲をよく確認です。これぞこじきスタイル。はい、ベトナム到着です。はい、ということでね、ベトナムホーチミンタンソンニャット空港の方に到着しました。はい、これからね、まあ、ローカルバスで街の方向かっていきます。まあ、あんまりね、ホーチミンいい宿ないんですよね。まあ、日本人宿もあんま好きじゃなくて、刺身屋みたいなとこ、まあ、それなんで、とりあえず行きつけの桜ホステル、まあ、ドミなんですけど、向かおうかなと思ってます。でね、成田ホーチミンのフライトチケット、一応ね、ベトジェットで結構ギリギリに取ったんですけど、1万8000円でしたね。結構安いですよね。空港すぐ出てね、152のバス、青バスで市内の方向かっていきます。一応こちらの152のバスで市内向かいます。車内はこんな感じです。はい、ということでですね、空港の方から5000ドン、約ね30円でね、このベンタイン市場の前、まあ、中心街の方までたどり着きました。これからですね、
馴染みの宿桜ホステルの方に徒歩で向かいます。いや最高ですね、このムシムシした気候。日本にね1ヶ月ぐらいいたんでね、もう寒くてね、もう鬱になりそうでしたよ。このねアポクリン汗腺、脇の下の、まあ、暴走するようなね、この最高の気候ですね、この脇が野郎にとっては。開放中です。ninja.com。 こちらがベンタイン市場で、ここがねなんか偽物、まあいろいろね売ってたりしますね。でこの裏手ですね、裏手のまあちょっと行った左側の方に空港行きのバス停が走ってます。152番です。もう最近のねバックパッカーはね、もう SIM カードとかないとね何もできないんですよね。まあ忍者はねもうそんなもの一切買いませんね。ベトナム4回目なんですけどね、やっぱりねいつ来てもねもうバイクが凄まじいっすよね。本当ホーチミンのストリート歩いてると靴磨きの人に声かけられるんですけど、こんなボロい靴磨くんすかね。トラブルに巻き込まれるのはタクシー乗っちゃったりするのがねやっぱ多いと思いますね。基本移動は徒歩か、そうですね、まあローカルバスがおすすめですね。あとはそうですね、なんだろう、配車アプリとかそういうのは知りません。そんなものは使えません。忍者です。ninja.com。 なんかね前来た時よりね 0.5 キロこの荷物軽くしたんで、もうねスイスイ歩けますね。変な話ね、空港からねもう市内の方まで歩けるような勢いですね。もうどこまでも歩けます。軽さはね正義ですんでね、皆さんも実践してみてください。そろそろね宿の方近づいてきました。ということで桜ホステル到着です。レセプションはこんな感じです。無事ね桜ホステルの方にチェックインできました。あ、ゴキブリ苦しんでます。一応ねドミでね9万ドンですんで520円ぐらいでしょうかね。はい、こんな感じのドミです。宿ねチェックインしまして、今ねファングラー大通りの隣の公園の方お散歩しております。はい、こんな感じです。はい、以前ですねまあ動画出したと思うんですけど、ほんとファングラー大通りのすぐ横の公園ですね。今ね VBN 通り向かっております。あ、前回ねここの最後のスターホステルで軟禁やられました。こちら VBN 通りです。歩いていきたいと思います。この辺りがですね、まあ、ベトナムホーチミン、まあ、バックパッカーが泊まるようなエリアですね。で夜の街でもある VBN 通りとなってます。この辺は雰囲気のいいレストランですね。忍者参上のステッカー発見しました。こんなとこに何者かが貼り付けたんですかね。いや最近ね世界的に拡散されてますね、ninja.com。 いや嬉しい限りです。 ninja.com。 最近ねタイのチケットがね結構高騰してるんで、これからはねやっぱりこのベトナム拠点にね動くことになると思いますね。チケット代安いんでね、タイがね調子に乗ってますんでね、エアジアとかもね結構高くてね、今回ベトジェットで来たんですけどね、ベトジェットもねなかなかいいっすよ。まあ制服がね結構エアジアに似てるんですけどね、まあ赤基調にした制服でね、スケベ度で言ったらねやっぱりエアジアのあの制服の方がスケベですけどね、まあ個人的にはね大好きですね、エアジアンアン。ninja.com。 今日はねもう
バインミーでも買ってね、もう宿でねビール買ってさっさと寝ますね。結構疲れ溜まってるんで、はい、こんな感じです。バインミーですうん、うまい。はい、ビアサイド。うん、うまい。バインミーのように挟まれてエアージャーガンしたいもんですな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。